皆さんこんばんは。こちらはチャンネル北海道です。本日のキャスターを務めさせていただきます前衆院議員の高木博久です。よろしくお願いします。同じくキャスターを務めさせていただきます本間奈々です。よろしくお願いいたします。はい、はい、今日も秋晴れの快晴の天気と。そうですね、もう街中もかなりもみじというか紅葉が11月に入ってね、はい、暖かい日が続いてるんですけども、もう本当にいつ初雪があってもおかしくないという時期になってきました。ね、はい、暖かいものが恋しくなってきますね。そうですね、まあ、おでんとか鴨南蛮とかね、カレー南蛮とか、はいはい、今日はその辺のお話もしましょうか。はい、はい、それでは本日のメニューをご紹介いたします。本日のメニューは今日の北海道、北海道とで起こった最近のニュースを紹介するコーナーです。そして今日の特集、アメリカの中間選挙について議論を深めたいと思います。そして末永千草の情報シュート、奈々の思うことあり、以上の4本立てでお送りさせていただきます。はい、今奈々さんが触れなかったんですけどね、はい、今日は後でサプライズがありますんで、はい、皆さん楽しみに、していてほしいと思います。はい、はい、チャンネル北海道、道民による道民のためのインターネットテレビです。道民の皆さんと共に歩んでまいりますので、引き続きよろしくお願いをします。はい、よろしくお願いいたします。それでは早速始めていきたいと思います。本日のニュースということで、はい、はい、まずじゃあ先ほどそうですね、前段で麺の話をしましたからね。はい、実はですね、これは北海道だけ のニュースじゃなくて、日経新聞の全国版で出ていたんですけれども、北海道にかなり関わるニュースです。はい、実は国産そばが4割高、天候不順の北海道の不作が懸念されていますよということで報じられていまして、実は北海道ですね、6月からなんか、中旬以降ずっと日照不足っていうか長雨も続いていまして、そばは荒れ地では育つのは大丈夫なんだけれども湿気に弱いそうなんですね。その、ことが響いておりまして、そしてその後も台風などもあったものですから、結局実は国産そばの5割を北海道が、そうですね、作付面積は4割程度ですけども、はい、収穫量が多いんで、そうなんです、全国の5割ということで、本当に半分を近くを北海道産の、はい、蕎麦が占めているということで、この不作が非常に大きく響いておりまして、はい、国産蕎麦が4割高になる恐れがあるという。蕎麦好きの私としては非常に、はい、有識事態という、そうですね、懸念される事態ですけど、毎日お蕎麦を私食べてますから、はい、そうなんです、なんかそれはすごく昼は蕎麦です、はい、麺好きですね。麺好きですよ、はい、麺といえば蕎麦ではないんですけどね、ラーメンも大好きで、はい、現職の時はラーメン議連を、議員連盟を立ち上げる僕ですね、はい、活動しておりました。あと一歩のところで石破先生にもね、会長を承諾いただきましてですね、はい、ラーメンもそうなんですけどね、はい、そばもやっぱりそれぞれ地域ごとに、はい、それぞれの文化がありますからね、はい、その中で、培われてきたこの麺文化っていうのをね、そば、ね、含めてね、はい、これから世界に向けて発信してこいこうという趣旨でですね、そういった活動をしていたわけなんですけども、はい、今インバウンドがねすごい、はい、盛んに推し進められてますけれども、外国の方もね、日本に来て、日本のそういう麺文化、そば、ラーメン、うどん、いろんなものを食してね、日本に対してまたもう一度日本に来て食べてみたいと思っていただく、はい、あるいは海外行ってもね、ラーメンなんか今本当にニューヨークだとかロンドンだとか、はい、そういうところで非常に人気があって、店舗が非常に混雑しているという、はい、ニュースが最近流れておりますんでね、そばもですね、やはりこれ日本独特の独自のあれですから、そうですね、文化ですから、はい、そのおそばが取れない
ていうことになると、はい、これあのお店側も大変困ってしまうんじゃないかなっていう気がするんですけど。はい、同じくこの、 あの続いて書いてあるのはやっぱりそば店のお話で、価格転嫁しづらいっていうことで、ね、4割高になる。で特にあの10割そばのところでは非常に大打撃だと、うんね、だけどもメニュー価格を上げるとやっぱお客さんが離れてしまうので非常に苦しいというような、そういうふうなコメントも同じく寄せられていました。やっぱり改めて北海道がいろんなところで食産品を支えてるんだなっていう、食産業を支えてるんだなっていうのを、まああのはい、北海道にとっての基幹産業ですんでね、はい、あの食っていうものは北海道っていうのは供給地ですからね、はい、こうしてちょっとなんか天候が不順だったり自然災害があったりすると、はい、あれ確かあのポテトもね、あのポテチップが作れなくて、ね、一時期あり、ね、台風の影響でですね、はいはい、そういうこともあるんで、これは北海道価値というものをやっぱり、皆さん理解していただいてね、はい、まあ、このお蕎麦の問題はこれどうするのかな。いや、なんかこれ、まあ、結局はですね、はい、まあ、あのやっぱり海外から持ってくるしかないんじゃない、輸入するしかないんじゃないかっていうのも出てるようです。あの特にコンビニやスーパーの場合はあのやっぱり低価格でっていうのがあるので、まあ、この10割そばをやってるところは本当に苦労してどう乗り切るかっていうところで、ね、あの一部のそば店は結構、はい、あのまあ、趣味のお店っていうかね、はい、かなりあの高級志向でやってるところなんかは、はい、こう値段が上がると、ね、はい、大変じゃないでしょうかね、はいはいはい、以上、まあ、国産そばに北海道が影響を与えているというあのニュースでした、はいはい、そして次はそうですね、はい、まあ、これは札幌市民にとってはね、はい、非常に大きな、出来事だったんですけれども、今年の3月に、北海道日本ハムファイターズの本拠地を札幌から、北広に移転して新スタジアムを建設するっていうことが発表されて、はい、この月曜日にですね、実はあの役員会正式決定をして、はい、建設計画っていうのが明らかにされましたね。あの新聞にも、はい、あの どういうスタジアムができるかっていう、はい、あのイメージ写真が出てますけれども、あの屋根の開閉型の天然芝っていうのは全国初めてだそうでございます、はいはい、そしてなんかあの外野席の片面が全て透明、あのガラス張りにして、採光を含めてですね、はい、あのガラス張りにされるということで、かなり斬新な建物になるという、まあ、見通しイメージが出てましたけども、はい、なんか温泉もできるそうですね、上の方に、ね、はいはい、あの湯煙が出てましたけれども、はい、まあ、ただね、実現まで、まあ、今の予定では2020年の5月に、着工して2023年の3月から竣工するという予定なんですけど、それまでに解決しなければならないあの課題っていうのがいくつもあるんですね。一つはあの、はい、実はあの用地が37ヘクタール、ボールパークの用地が37ヘクタール、はい、実際ですね、あの北広島市が所有してるっていうのはその3分の2なんですね、うん、10.3 ヘクタールはあの民有地っていうことで、まあ、今年すでにあの3ヘクタールちょっと北広島市が購入したんですけど、まだあの 6.9 ヘクタール程度はあの民有地、来年以降取得するということで、まあ同意を得てるということなんですけどね、賃借してるところも結構ありますんで、うん、その賃借人から移転の同意を取るのはもう地主さんの役割ということになりますから、まあ、これがうまく進まないと、まあ、建設計画にも支障が出てくるということも考える、はい、それから一番大きいのはね、これよくあの話題になってますが、はい、アクセスですね、球場へのアクセスをどうするのか、はい、北広島市がですね想定している、まあ試合が行われた日の、はい、入場数3万5千、はい、そしてそのうちですね1万3500は JR 千歳線、はい、それから1万2000程度がマイカーと、それからあの北広島駅からシャトルバスのようなものを通して、約7000、あと徒歩がですね2500ぐらいと想定してるんですけども、あの JR 千歳線はね、奈良さんもよく利用されると思うんですけども、
今でさえ過密状態なんですね。そうですね。そしてなかなか本数も増やせないという、そうなんですいうふうな話も聞いてます。だからこれを増発して、はい、まあ、車両はさらに大きくするとか、はい、いろんな工夫が必要になってくると思うんですけども、まだ現実的なその解決策っていうか具体策っていうのは、はい、これから実務者レベルで議論をするということですんで、新駅を含めてね、はい、どうなるのかなというのが一つ大きな課題ですね。北広島市がまあもちろん誘致したので当然といえば当然なんですけども、はい、やはり有形無形のね、うん、負担、北広島市への負担というのはかなり大きいものがあります。そうですよね。アクセス道路の整備もそうですし、はい、周辺道路もこれ確保しなきゃいけない、はい、それから新駅を作った場合ですね、駅前、広場の整備、も必要になってきますし、あとその建設予定地をですね伐採するしなくちゃいけない、うん、それからその荒造成も 北広島の市の負担になってきますんで、まあ、これからいろいろその解決していかなきゃいけない。その JR 千歳線の状況がそういう状況であれば、うん、よりそのアクセス道路っていうのね、はい、重要になってくるんですけども、あそこは実はのっぽろの原始に天然記念物に指定されてます、はいはい、文化財保護法上ね、文化庁長官の許可が必要なんです、道路を、うん、アクセス道路を整備するのにですね、まあ、そういう問題もありますし、あと、その整備する財源をどうするのかなって、そうですよね、余計な心配と言われればそうなんですけども、はい、だいたいなんか試算ではですね120億くらいから220億くらいの間を見込んでるようなんですけども、うん、北広島市のなんと予算がだいたい200〜230億ですね、うん、それに匹敵するということですよね。そうなんですね。どうやってこれをやっていくか、はい、また日ハムさんもね、約建設費で600億ということで、はいはい、新会社を設立して、はい、調達していくということなんですけども、はいね、親会社さんからもだいぶ借りて、はい、そしてなんか電通さんとか出資してくれる会社もなんか決まってるというのは出ていまして、かなりまあ具体的な話にはなってきてはいると。あとはやっぱりインフラの課題ですね。まあ、できてもね、人が行かないとどうにもならないですから、はい、行けないとね、はい、だからその辺、これからその着工に向けて、詰めの作業が進んでいくと思うんですけれども、まあ、道民の球団ですからね、はい、札幌市民も行きやすいようにね、はい、一大消費地の札幌を控えてますから、そのこううまくこうカバーできるようにね、議論を進めてほしいと思います。はい、はい、今日の北海道でした。次は特集です。はい、それでは今日の特集です。今日の特集はやはりアメリカの中間選挙ですね、はい、昨日投開票が行われて、はい、結果は上院はトランプ大統領の共和党が、はい、過半数を占めて、下院が民主党がですね、はい、過半数を占めたということで、はい、まあ、ねじれ現象が、はい、発生すると。これはオバマ前大統領が2期目の時の2012年以来6年ぶりということなんですけど、はい、まあ、通常ね大統領に就任して、最初の中間選挙っていうのはやっぱり大統領選で、いろんなバラ色のね、はい、この公約を掲げている中でなかなかそれが思うようにいかないということで、はい、非常に厳しい結果になるのが通常なんですけども、まあ、今回は上院と下院435の下院の全ての選挙と上院の3分の1と補選合わせて35名の、はい、選挙が行われてですね、まあどうなんでしょうね、いろんな論調がありますけど、うん、トランプ大統領
これ議会の選挙なんでね、トランプ大統領の選挙じゃないですけども、はい、争点はトランプ大統領だったと言っていいんじゃないかと、はい、私は思ってます。トランプ大統領が進めてる米国第一主義、はい、それから、まあ、グローバリズムの、ね、はい、イデオロギーは拒否すると言って、多国間主義よりも、二国間で、交渉していこうという姿勢、まあ、そして、まあ、いろんな意味でね、移民問題も含めて、分断と対立を、はい、煽っている、そうしたトランプ大統領の姿勢に対する米国国民の、ね、評価っていうのが現れたと思うんですけれども、まあ、上院もね、ペンス副大統領の地元インディアナ州ですか、はい、現職は民主党だったんですけども、共和党が奪還したということですし、はい、テキサス州もね接戦だったんですけどね、はい、やはりこれも共和党が取ったということで、改選前の議席よりも共和党さらに上積みする見込みなんですね、はいはい、でそんな中でやはりこれはトランプさん大成功だという、なんかツイッターで、はい、開票の、ね、直後に流していたようですけれども、まあ、ある意味思ったほどその負けなかったのかなと私は、はい、見ています。夏ぐらいまではね、民主党の色は青なんでね、はい、ブルーウェーブって言って一気に上院も下院も全部民主党が、過半数を占める、多数を占めるんじゃないかって言われてたんですけど、後半に来て猛烈な巻き返しが、はい、ありましたね。カバノーさんっていう最高裁判事、はい、保守系のね、はい、トランプさんが指名した、はい、この方が任命がこううまくいってですね、まあ、そのあたりからかなりこのいろんなキャンペーン、移民のね、はい、問題についてのキャンペーンなども含めて、トランプ共和党が大きくこれ盛り返してきて今回の結果になったのかなと思っています。ただ日本もね、全く今回の選挙結果で日米関係の基盤というのは揺るがないっていう、はい、政府が言ってるんですけども、これ今回もねじれになったということで、トランプ政権が推し進めようとしている、まあ、いろんな性格、米国第一主義の、はい、に基づく政策ですね、これがすんなりとね行くかっていうとわからないですし、まあトランプさんもねさらに苦境に立たされた時に力を発揮する人みたいですから、そうですね、逆にですね、民主党を攻撃するかもしれないですね。そうそれもそうですし、うん、さらに先鋭化をしてね、はい、米中貿易摩擦もそうですし、はい、米国第一主義をさらに強力に推し進めるということで、日本にとってはまあ、安倍総理とトランプさんは蜜月関係と言われてるんですけれども、はい、大きなこのやっぱり変動要因としてはね、これから来年以降協議が始まるタグ、二国間 の貿易交渉ありますね、これがどうなるか、はい、どう進むか、それから米中の貿易摩擦、これ世界経済全体に大きな影響を与えますから、はい、日本も安倍総理が先般習近平、主席とね中国で会って日中関係をこれから前へ進めていこうという中で、米中がさらに関係が悪化したらね、なかなか日本と中国も思い通りにこの関係強化を進めていけないという課題も出てきますんで、はい、私も何度かいろんな番組で、中間選挙が終われば株式市場もですね、うん、世界の経済市場もある程度安定して方向性が見えて安定してくると言ってたんですけど、はい、ちょっとまだわからないですね。波乱
含みなのかなと、ね、はい、これからということなのかもしれません。まあ、上院は過半数維持ということで、はい、まあ、アメリカの場合は意外と上院の方がまあ力があって、まあ、裁判官含めて主要な人事と関税は上院が力ありますね、はい、持っていて、でただ、まあ、いわゆる予算案とか法律とかそういうことになってくると下院も関わってくるということで、実際あれですね、オバマさんの時も予算が通らなくて、いわゆる政府の機能がダウンしたっていう、アメリカってああいうのが起こり得るんですよね、はい、日本だとちょっと信じられないんですけど、うん、日本だったらやっぱりそれでなんていうか、その業績が全くストップしたら大騒ぎになると思うんですよ。そして非常に批判を受けて、まあ、そうならないようになんとか予算を通そうとかいろいろ最後の最後までやるんですけど、アメリカ何でもありなんだなってあれを見てると思いますね、うん、まあ、あと、はい、その今回の中間選挙の位置づけっていうか意味合いっていうのは、この2年後のね大統領選挙、トランプ大統領は再選を目指して、はい、出馬をされると思いますけども、この大統領選挙に向けて、今回の中間選挙相手のね、はい、民主党でなかなかそのこれといったスターが出てこなかったっていうのもちょっと、はい、課題だなと。ですから、まあ、いろんな これからの2年間ですね、2年後の大統領選挙に向けていろんな丁々発止のやり取りがこれから見られると思います。はい、はい、まあ、日本にとってはやっぱり、まあ、北朝鮮問題とやっぱりこれから その貿易摩擦がどういうふうに出てくるのかっていうのが非常に大きいですね、はい、気になりますけれども、はい、これまあ見守っていくというか、まあ何があるかちょっとわからないんですけど、なんて言ってもトランプさんでもすごいやっぱり元気というか結構盛り返したんだなと私は思って見てみたんですけど、かなり盛り返したと私は評価してます。はい、はいはい、一時は本当に上院も下院もね、はい、民主党が多数を取るんじゃないかって言われてた中でですね、はい、まあ、それだけ米国のなんていうか民意っていうのがまだまだ、はい、そのなんていうのかな、反グローバリズム、はい、どんどん移民が入ってきてね、白人の中間層の地位がこう脅かされている、そんな中でトランプさんが出てきて、今回の選挙であまりにもその対立分断を煽るから、トランプさんにはノーですよっていう人がたくさん出るのかなと思ったら、そうでもなかったと、はい、いうことじゃないでしょうか。隠れトランプファンもいるというふうに言いますしね。確かに女性とかね、はい、若者は民主党に投票された方が多いんですけれども、はい、その根底を流れる潮流っていうのはまだまだですね、はい、トランプさんを支持する基盤っていうのは崩れてないなと、はい、私は見ています。はい、ありがとうございました。以上今日の特集でした。次はスペシャルゲストをお呼びしております。はい、ということで本日のスペシャルゲスト、はい、ルミルミさんです。はい、こんにちは、はじめまして。改めて拍手。はい、薬師丸ひろ子です。はい、はい、いや驚きましたね、はい、ちょっとなかなかないことだと思うんですけれども、高木先生とルミルミさんのなんか、はい、出会いって言ったら出会いですか。はい、私のね会に来て、はい、まあ、ちょっとした飲み会だったんですけどね、はい、そこで歌っていただきました。はい、はい、結構な無茶ぶりで急に振られたんですね。急に振られて、なんかこうホテルのね、そうレストランだったんですけど、ホテルのレストランの一室で、はい、ちょっとね上の方が空いてるんですね、はい、で歌い始めたら、ちょっとうるさいからやめてくださいっていう、一般の、ね、クレームが入りましてですね。そうなんです。無茶ぶりされて怒られるっていうね、非常に理不尽な扱いを受けましたけど、はい、今日は、はい、
あの奈良さんもルミルミさんの知り合い。私実は長いことルミルミさん の、はい、あのモノマネ祭りというか、はい、あの毎年見に行ってまして、まあ、一番最初はあれなんですね、あの、まあ、北海道の中にあのなんていうかあの丸山にあるとある神社で、はい、ルミルミさんがあのお正月のイベントっていうか、そうですね、はい、出し物で1時間ぐらいされてたと思うんですけれども、うんうんうん、かなり私最初見た時すごい衝撃的でえって神社のお祭りに来たのになんかいきなりすごいおまけに上手なんですよ。ありがとうございます。まあ、先生もそうだと思うんですけど、私多分年代的に重なってると思うので、うん、出し物がかなり格好してますけどね。先ほどあれでしょ、薬師丸ひろ子の、ね、はい、モノマネですけどね、薬師丸ひろ子の今の若い人知らないじゃないですかね。どうでしょう。あでもね、最近だとアマちゃんで、ほらあの NHK のアマちゃんで、それでお若い方もね、あとまあ結構お母さん役のイメージでねあるかもしれないですけど、まあリアルなねセーラー服と機関銃は、まあ、まさにこの、まあ、この辺の年代という感じですね。あのちょっとねお伺いしたかったのは、はい、なんでこうしたあのなんていうのかな、モノマネの世界に 入ろうとしたのか、そのきっかけっていうのを聞きたいなと思って、はい、それがもうまさにこの顔でして、その薬師丸ひろ子さんにこう似てるとこういろんな方にねあの、まあ、言われるもんですから、それじゃあちょっとテレビのオーディションでも受けてみようかなみたいな感じでですね、あの、はい、フジテレビのモノマネ紅白歌合戦という昔からねやってる番組ありますよね、そちらのオーディションを受けたところ受かってしまいまして、8年前に、はい、それに、まあ、出たことがきっかけで、もともとバスガイドをやっていたり、あと司会業をやっていたりということで、はい、人前でこう喋ったりとかパフォーマンスをするっていうことは好きだったんですね、そもそもね、はい、でまあ、歌も大好きだったものですから、まあ、その番組に出たのがきっかけで、まあ、スイッチが入ってしまったという、はい、そこからいきなり芸人の、はい、道に進んでしまったというですね。バスガイドさんやったのは、はい、よく歌う機会もね、はい、バスの中でありますからね。やっぱりモノマネなんかもちょっとやってましたね、修学旅行のね生徒さんの前とかで、あのチャンリンシャンとかやってましたけどね。チャンリンシャンでも通じました。あ、ちょうどほら年代的にはその頃の私が新人の頃っていうのは同世代じゃないですか、学生さんというのはね。 なのでもうすごいもう盛り上がって、はい、まあ、そんなその頃からそういうふうな才能というか、まあ、好きでしたね。そうですね、なんかね、はい、そういう、 こう子供の時にこう好きだったものが、うん、まあ、そのテレビ番組をきっかけに、うん、なんかこうまた浮上してきたというか、という本当にまさか芸人よ、まあ、あのなったのはもう39歳の時だったもんですから、遅咲きなんですけど、キャリアは、はい、8年ぐらいですね。8年ぐらいですね、はい、なんで、まさか40代を芸人で過ごすとは思ってなかったそういった意味ではね、異色な ね、 そうですね、あれなんですけど、まあ、でも結構いろんなところに呼ばれてね、うん、パフォーマンスもされているということで、はい、まあ、いろんな地域のお祭りとかね、はいはい、いろんなところでやらせていただいてますね。そうなんですね、あのレパートリーもかなりあって、はい、やっぱり見てると本当にかなり見せるというかね、あの、まあ、パッと今は、まあ、薬師丸ひろ子さんですけども、もうあの松田聖子もやれば、もうね昔の、まあ、そんで80年代の ね、 あの花アイドルが華やか自分の中で一番しっくりくるのは、はい、どのモノマネなんですか。しっくり薬師丸ひろ子って言わないのねここはね各地で、ね、イベントされる中で、なんか北海道をモノマネで、はい、あの元気にしたいということで、はい、うんうん、あの今回もあの復興支援の時に、はい、あの行かれたっていう話を聞いてるんですけども、はい、そうですね、まあ、9月の、まあ、22日にですね、うん、まあ、向川の方 で、 あ、ね、はい、あ、その前にちょっと集までもちょっとね、あるとある店でもやらせていただいたんですけど、はい、まあ、今ポスターの方が ね、 ね、後ろの方に、はい、あの出てるんですけれども、あの、まあ、この、まあ、ちょっと前にですね、まあ、いろんな方にお声をかけさせていただいて、物資をちょっと集めさせていただいたのを、うん、はい、あの向川のボランティアセンターの方に運ばせていただいたんですね。で、まあ、その時に観光協会の方と、あの何かちょっとイベントね、皆さんを元気づけるようなイベントをやりませんかっていうようなことで、うん、もうすぐにこのイベントが決まりまして、で仲間のこうパフォーマー、女性のねパフォーマーを集めまして、あの道の駅、四季の館というね、うん、道の駅がありますけど、そちらの駐車場の一角をお借りしまして、うん、モノマネステージですとかいろんなパフォーマンスショーをさせていただいて、で、まあ、たまたま知らずに集まった方とか、まあ、当時ちょっと、うん、
LINE とかでね、ホームからの情報を流してたもんですから、はい、まあそのね、情報を見てきた方、まあ、お子さんとかがこんな風にね、はい、ちょっとバルーンを作ってもらったりだったり、似顔絵を描いてもらったりということで、すごくなんかこう子どもさんたちは笑顔があふれていて、まあ、モノマネも見てね、ちょっと笑っていただいて、まあ、あの最後にちょっとお話をした女性がね、まあ、やっぱりまだ2週間の時でしたから、余震もありましたし、家の中も片付いてないしと、うん、だからゆっくりもう寝られないっていうね、すごく不安なストレスを抱えた状態だったんですよね。でもこうやってこうひととき、ね、うん、あの見て、あのちょっと、ね、その辛さをねちょっと忘れることができたって言ってくださって、まあ、涙しながらね、本当に今日はありがとうって言ってもう握手してくださった女性がいてね、まあ、正直まだ混乱の中でこういうイベントやるっていうのは、あの賛否もあったと思いますし、はい、まあ、どうなんだろうなっていう、ご迷惑にならないだろうかっていう気持ちも半分ありながら、でもやっぱり、数パーセントでもそうやってね楽しんでいただける方がいらっしゃったというのはすごく良かったなというふうに思いましたね。はい、あの被災地の、ね、皆さんを元気づけていただいて、はい、そうですね、はい、ちょっとでもこう笑顔に、ね、なっていただけたらなというふうに、はい、思ってます、はい。でね、なんかお聞きしてると、その伊香町だけではなくて、はい、全道のキャラバンじゃないですか、はい、ずっと待っているっていう、はい、はい、もうそもそも私が、まあ、北海道生まれでね、ずっと北海道で育ってて、はい、なんかこう北海道のどちらですか？あ、生まれは江別ですね。はい、でなんかこうすごくなんか北海道を元気にしたいっていう思いが昔から結構ありまして、はい、それで、まあ、このモノマネという仕事を始めた時に、あ、モノマネってこう人を元気にすることができるなっていうことを、まあ、感じまして、まあ、じゃあこう全土回ろうと。なかなかほら地方の方だと札幌にイベントに来るとかっていうことが難しいので、うん、だったらこちらからじゃあちょっと足をね、運ぼうということで、今179市町村モノマネキャラバンっていう活動をやってまして、各地のまあ、スナックさんとかね、飲食店さんを対象に回らせていただいてるんですね。で、先日でね89市町村になりました。ちょうど半分、半分折り返しまで、来ましてね、はい、あと半分90市町村を、だいたい今2年半かかったんで、あと、まあ、残り2年半ぐらいで、今私47なんで、50までにはなんとかね、まあ、セーラー服が似合ううちにまあ今似合ってるかどうかはちょっと微妙なんですけど、まあ、今ね、似合ってるっていう話が出たんですけども、ちょっと一応もう一点聞きたかったので、ね、はい、先ほど薬師丸ひろ子のものまねされて、はい、まあ、いろんな方のものまねされると思うんですけど、はい、その苦労している点とか、それを、はい、維持するのにね、はい、どういった点を気にかけているのか、なんかやって、はいはいはい、ありますか、そういう。あ、そうですね、まあ、やっぱり声がね、こう命っていう、ね、部分だったりとか、こう、まあ、ボイトレっていうわけじゃないですけど、まあ、今はね、そういった先生についてるとかってわけじゃないですけども、まあ、常にこう歌うことというか声を出すことっていうのは常にこう意識していて、まあ、移動は大体車だったりとかするんですけど、まあ、北海道なんで5時間6時間とか ね、当たり前に走りますけど、ほぼ歌ってますね、車の中で。でもね、はい、番組の、ね、間中先生が、高井先生がもう気になって何で笑ってたんですけど、いやでも結構似合ってると思いますよ。だんだんなんかね、慰めに聞こえてきたんですけど、いやでもね、そうやって回ってるんで、だってほとんどノーギャラでね、はい、なんかボランティアでっていうふうにも聞いてるので、そうですね、その営業とはちょっと別に、まあ、私はチャレンジとして北海道全部回りたいっていう気持ちでやってるもんですから、まあまあ、ギャラはいただかずにそれはやってるんですけども、私実はお地蔵作家っていうお地蔵様の絵を描く、はい、活動をやってまして、まあ、そのグッズをですね、まあ、もしよろしかったらということでこう販売させていただきながら、はい、回らせていただいてるんですね。で、まあ、今、まあ、こういった9月以降ですね、そのお地蔵様の方もお買い上げいただいた、お代金の方も全て寄付の方に、まあ、させていただいてるという感じで、皆さん、はいはい、すごく好意的にというかね、協力していただいて、もうかなり300歩近くの、はい、寄付が、はい、ま、集まりました。社会奉仕の精神で頑張ってられるというのでね、はい、まあ、なんとかね、何かこう自分ができる、ね、方法でっていう、まあ、皆さんいろんな形で、ね、お金だったりとか労力だったりとかっていういろんな形があると思うんですけど、まあ、せっかく、まあ、こういう、まあ、お仕事をさせていただいているので、まあ、何かこう
ね、皆さんをちょっと元気づけられたらなっていう形でやらせてもらってます、はい、どうか皆さんね、何かの機会あったら、はい、ぜひルーミンさんに声をかけて呼んであげてほしいと思います、はいはい、ありがとうございま す, います、はい、今回またね、はい、11月にそうなんです、はい、実はですね、後ろの方にもありますけど、11月22日、まあ、こちらも第7回目になるんですけれども、モノマネ祭り北海道笑いで元気にというコンセプトでやらせていただいているイベントを、いい夫婦の日ですね、11月22日の木曜日、札幌のキューブガーデンというところで開催させていただくことになってます、第1部が15時お昼の、ね、3時からとで夜の7時からということで、2部制になっておりまして、こちらモノマネ祭りというので検索していただくとホームページの方にねつながりまして、チケットの方も購入していただくことができますの で, で、まあ、今回ですね、この翌日の23日にむかわ町のほべつの方で町民センターというところで復興支援ライブをさせて、このメンバーでそのまんまさせていただくことになっているんです、うん、そちらの方は被災者の方は無料招待でさせていただくというライブになっておりまして、このライブ11月22日のライブの収益金の一部がそちら の, 運営費という形になるものですから、ぜひ、まあ、ともこの日をまず成功させて23日につなげたいなというふうに思ってますので、ぜひ足をお運びいただければと思います。そうですね、ふるって参加していただきたいと思います、はいはい、もちろん私も行きますので、ありがとうございます。お願いいたします。皆さんこんばんは、末永ちぐさの情報シュートのコーナーです。このコーナーでは私の気になる北海道のあれこれ情報をお伝えしたいと思います。さて本日ご紹介する内容はこちらです。じゃん、西本幸宏バイオリンリサイタルシリーズと記載されておりますけれども、バイオリニストの西本幸宏さんによるコンサートが開催されます。西本さんは札幌市出身でして、英国を拠点として大活躍されていたそうですね。海外オーケストラとの共演ですとか、世界各国での音楽祭で演奏されたりですとか、またですね、イギリスやオーストラリアの BBC、ABC などの番組にも出演経験があるそうです。またですね、さまざまな訪問ボランティア演奏等もしている方でして、復興支援活動等にもですね、精力的に取り組んでいる方だそうですね。こちらのですね、西本幸宏さんによる、こちらのライブですけれども、札幌公演が11月29日木曜日19時開演で、開催されます。場所は札幌コンサートホールキタラの小ホールで開催されますね。チケットは全席自由席です。一般は3,000円、そしてペアチケットは2枚綴りで5,000円となっておりますね。また学生は1500円です。チケットのお求めはこちらに記載されておりますプレイガイドの方ですね。来たらチケットセンター等ですね、お問い合わせいただければと思います。またですね、お電話でもお問い合わせできまして、オフィス1の電話番号も記載されておりますね。011-612-8696 までお問い合わせいただければと思います。そしてこちらの、西本幸宏さんのリサイタルですけれども、私、じゃじゃん、チケットゲットいたしました。こちらのリサイタル、ぜひ私もこちらのチャンネル北海道のプロデューサー横田プロデューサーと一緒に行ってみたいと思います。以上、末永ちぐさの情報シュート
でした。皆さんこんばんは。本日のナナの思うことあり、皆さん突如ですが体調はいかがでしょうかって、なんか取ってつけたようなことを言ってますけれども、実はね今私ぎっくり腰をしてるんです。頑張って座って、もうね立ってるわけじゃないからわからないと思うんですけども、もう立ったらもうほとんどおばあさん状態で腰かがめてますから、だいぶで、まあね、取ってつけたような感じですけども、実はそれぞれ皆さんね体の弱いところあると思うんですよね。まあ、例えば胃が悪いとか、あの肩こり症だねとか、あるいはちょっとよく頭痛するんだよねっていう人いらっしゃると思うんですけども、私あの実は本当に健康優良児というか、ほぼよく人に言われるのが無駄に元気だねって言われるぐらい、もうとにかく酔っ払って翌日でも元気に出勤していて、なんか二日酔いをしてることすらわからない、そして気分悪そうに見えないということで、そういうふうなことで健康優良児に見えているようです。で実際私も自分以上に体の頑丈なやつっていないなと思ったりもしていますし、熱なんかもほとんど出したことないんですよ。もう生まれてうん十年ですけど、熱出したの多分10回もない。そのうちの1回が知恵熱ですから、まあ、ほぼね病気で熱出すことってないぐらいの頑丈な私なんですが、昔から腰痛持ちで、もうこれはねもう高校生ぐらいの時から、まあ兄にプロレス技をかけられたせいもあるのかもしれないんですが、まあ兄がもうね好きだったんで、それがもうとにかく腰痛はねずっと抱えてました。ただちょっと腰痛いなぐらいの、まあ、若さゆえのそんなぐらいのレベルでしたよ。でこれねぎっくり腰やったことない人とかね、腰痛やったことない人にはねわからないかもしれないんですけど、このぎっくり腰だけは私もさすがに参りました。で最初に経験したのが4年ほど前で、でなんかあのたまたまその日あの会合っていうか、あのバーベキュー食べに行こう、まあ飲み会だ、じゃあその前にやっぱり運動でもしとこうかなと思って、走りに行こうかなと思って、まあジョギングをするつもりで靴下をこうやってで足にギュッて入れて引っ張った瞬間にギクッてきたんですよ。で最初何が起こったのか分かんなくて、すっごい痛い、まあ、そのまま倒れて、なんだろう、なんか四つん這いになってですね、人間って二足歩行なんですけど、ぎっくり腰するともうアニマルになってしまうっていうのがね分かりました。もうどうやっても痛いんです。立ち上がっても痛いし、なんか横になっても痛いしね、最初だからどうしていいのか分からないんですよね。もうね本当にね完全にこのぎっくり腰には参りました。でおまけに悲しいのは、痛いのは腰だけで、あとはすこぶる元気なんですね。熱があるわけでもない、気分が悪いわけでもない、で食欲もあるんで時間が経ったらお腹すく、だけど腰だけが痛くて立てないんですね。アニマル状態で過ごしまして、まあ、それから私はこれ定期的にやるようになってしまいました。でも習慣性になるって言われてる通りですね、年に 2,3 回やっていまして、何かあるとふっとぎっくり腰になってします。大変です。で困ったことの一つに、そういう中で一回起こったこととして、ちょうど翌日海外出張という日曜日にやっぱりぎっくり腰起こしちゃったんですよ。ところが月曜日から海外行かなきゃいけなくて、海外行ってでまたなんかこれ悪化したりいろいろすると困るから、だけど下手ななんていうか治療をやってぶり返しになったら困る。で、まあ、経験則上痛いんだけど、とりあえず黙っとけばいずれ1週間か2週間経てば治るってことを考えると、これは痛いんだけど下手な治療やめよう、おまけに日曜日だから病院も空いていないってことでね、それはね本当にね現地に行ってね、まあ、死ぬくもねなんかもう苦しむようなね、おまけに飛行機長時間乗ってましたが、とっても大変だったというのがありました。で、まあ、基本ねあのぎっくり腰はあの我慢しとけばいずれは治る病気ですよ。風邪と似てるんです。でね あまり関係ないんですけど、あの私は基本はもうとにかく待つだけにしていますけれども、あの実はよく歯もあの私定期的に治療しなきゃいけないぐらい虫歯によくなる人間なので、その歯の治療の時にロキソニンという痛み止めをもらっている時がありまして、でその時にもまたねたまたまぎっくり腰を起こしたことがあって、
なんかちょうどロキソニンあってよかったと思ったこともありました。まあ、これは単にあれですけど、まあ、こうやったね、あの薬の話に詳しくなったりしたり、あの病気の話するのももう老化の始まりだなと思ったりもします。あとまあ関係ないけど、ぎっくり腰する時って忙しい時とか、なんか仕事がね大変な時に、そういう時に起こるような気もしますし、それと冬の寒い時期にかかるかなっていうことで、まあ、10月11月になって寒くなったのもなんかあるのかなというふうに思います。ぜひ皆さんも気をつけましょう。以上、ナナの思うことありでした。はい、以上すべて圧倒されました。声量がすごいですね、はい、あの歌の、うん、やっぱり、まあ、そこはプロというか、やっぱり歌い慣れてる感じですね。もう私はとても懐かしくて、いや、あのバスガイドさんをやられてからずっと歌い続けてるんじゃないでしょうかね。はい、まあ、あの本当に私たちが聴いてた時の音楽だけではなくて、まあ、最近の流行りの曲も歌われてるということですので、またぜひね、皆さん聴いていただければなというふうに思います。はい、はい、それとですね、最後に23日のイベントについてご紹介をさせていただきたいと思います。危機の中の北海道エネルギー電力問題ということで、11月23日18時から、まず内容としましては、上映会ということで、東日本大震災の惨禍の真実ということで、それをご覧になっていただいた後ですね、4社による講演シンポジウムを予定しております。北海道大学名誉教授の杉山健一郎さん、そして作家の川口満恵美さん、そしてジャーナリストの石井孝明さん、そしてチャンネルさくら、またチャンネル北海道代表の水島社長の4社で議論をすることになっておりまして、場所はカデル 2.7 北海道同立同民活動センターカデル 2.7 で行う予定となっております。入場料は1000円となっておりますので、ぜひ皆さん足を運んでいただければと思います。そうですね、はい、先の北海道胆振東部地震で北海道全戸停電というものを経験しましたんでね、はい、ぜひ足を運んでいただいて、はい、参考に、していただければと思います。はい、以上チャンネル北海道でした。明日もぜひご覧ください。